ダマスカスプロテクティブギア、グローブを中心にパッドや、なんだろう、ボディアーマーなんかも一部作ったりしているプロテクティブギアメーカーダマスカスのグローブでエクストリケイトレスキューグローブを紹介いたします。ただいま特売中の商品でございます。こちらはですね、とりあえず紹介するとこんな材質わかるかな、内側は、で表面はややツルツルで、インナー保温性と、通気性に優れたヒポラというのを使っているインナーの二重構造のグローブですね。とりあえず装着してみましょう。よいしょ。防水仕様のレスキューグローブということです。だから消防士さんとか、イエローのモデルなんかもあったりしたんですけどね、消防士さんとかですかね、よいしょ、こんな感じでしっかりと、止めましょう。こちら、小指とこちらに薬指と、この2本にリフレクティブ剤が貼られています。バイクパトロールなんかでも使われるんでしょうかね。で、表面はこちらのナックルがついていますね。決してパンチするためのものではありません。あとはでこのナックルガードはケプラーとか防塵性、あと摩擦なんかに優れている素材ということです。あと手のひらの各指先と手のひら、ここにパッドがついて、内蔵クッションもここら辺に内蔵を少しされてます。あとはこちらのちょっとザラザラの素材わかりますかね、ちょっと固めのザラザラで触ると、ゴブ狩りのこの頭を触ってるような感じです。ラバーライズドガード、滑り止め補強ですね、が表面このように、手のひらと指先に補強されています。そしてあとこちらにもブワーンとここの部分、ここにもうなんか補強がついているので、うっかり手やんでいいとか言って鼻水こするもんならヤスリで削るように痛いと思います。気をつけてください。あとなんだろう、一応あとリスト部は伸縮式なので特にマジックテープがなんだとかそういうのはついてないですね。グローブのサイズって、通販派の人は苦労しますよね。結構分厚いので、こういったトリガーコントロールとかを意識しているもんではないと思います。もうクソと回せないっす。そうだな。こういったね、タクティカル仕様のライトなんかはちゃんとこういったグローブを装着しての操作もある程度考慮されて設計されているので、本体側の方でカバーできるっていう感じかな、でございます。よいしょ、そんなんで、ファイヤーレスキューとは言ってもケプラー仕様、ケプラーっていう素材自体が、耐燃性っていうんですか、燃えにくい素材の機能をついている性質なので、いいんじゃないですかね。という感じで一つ
よろしくお願いいたします。現在あの M サイズがもう完売してしまって、あの S と L と XL の3サイズのみ残っております。うん、のでよかったら、下にリンクを貼っておきますので、お買い上げいただけたら幸いでございます。ということで、こちらでボタンを押せるか、押せないんだろうな、これな。よいしょと、押せない。ちょっと待ってね、すいませんね、いつもグダグダで。はい、ということでダマスカスの、エクストリケイトレスキューグローブブラック、あの一応 M サイズしのぎれちゃいましたけど、各サイズ特価でまだ少量残ってますんで、よろしくお願いいたします。